っていうかね、タイトルに書いてるんだけど、俺配信者育てようかと思って、さんま釣りらしい。それはキャラクターを作ってあげてってことじゃなくて、いろいろな経験を俺と共にコラボして、いろんな企画配信をやろうかと思って。配信者育てようかなと思ってさ、いろいろ経験させてあげてね。骸骨もいらっしゃい、池田森蔵いらっしゃい、トミーいらっしゃい、リトルいらっしゃい。もうそういうぐらいの立場になってんのかなと思ってさ、ちょっとタバコを見てて、あ、配信者育てるのも面白そうだなと思ってさ、タカさんいらっしゃい、マサ、ヘラチオいらっしゃいね、カンタいらっしゃい。年齢層はね、まあ、若いのから、全然、まあ20代、25以上、25以上かな。25以上。若すぎるとね、まあどんな子だってもなかなか厳しいよ。人生の経験値が低いと、外配信とかやってもやっぱりトークが面白くないとかね、外でもやっぱトークって活かさないとダメなんでね。ポイ捨てやめるらしい。いい方向に、また俺とは全然違う色にね、育つ人間も出てくるし、見るよりらしい。少し、まあね、頑張りますよ。ただここ数日ちょっとずっと疲れててさ、ちょっと疲れてんのよ。コラボするだけでも、まあそうだね。まあ経験値を上げるっていうか、配信者の経験値上げて、いろんなことを、まあ、俺と共にやろうかなと。声がちょっと小さくない？小さい？みんなの方ででかくできない？俺の方は多分ね、大きくできないんだよ、俺、音って。できるっけ？多分できない。もうこれ以上最高だから、これ以上できないんだよな。すいませんけど。候補はいる。いる。じゃあネット環境がないから、家。ネット環境はないので、まあ、ここにいるっていう感じ。まあ、朝の10時までいるので。ただの高屋いらっしゃい。なんで、まあ、やろうかと。まあ、最初、第一次募集3人ぐらいだろうな。3人ぐらい。で、女性配信者は応募しないです。男性配信者だけ。昼間ないしさ、寝てたりとか。そう。ハスケらしいね。ヤスリもいらっしゃい。なんで、女性配信者は、まあ、ね、応募しても、まあ、そういうのは、企画とか、まあ、面白さは女性に求めてないんでね。なんで、まあ、応募しても、まあ、入れないです。男性だけで、ね。男性だけ。みーちゃんいらっしゃい。いくらでもいいよ。いくらでも。やろう限定、もちろん、もちろん。決まってね。そう、まあそんなんですよ。あ、パルス、ジョニーいらっしゃいね。あ、ジュニーいらっしゃい。カナオいらっしゃいね。チザトもいらっしゃい。タヌキ18号もいらっしゃい。アッキー、オカマ、セイちゃんもいらっしゃい。ヤッチョも150万ぐらい使って育て、トムソーヤね。まあ、トムソーヤはね、生きるんだよ、実は。新ヤッチョではお金を150万ぐらいもらって、トムソーヤを生かせたのは一瞬だけ。コラボした時だけ。その後もやっぱり人気が出る配信者にしなくちゃいけないわけだから、俺ならばトムソーヤ全然活かせるけどね。本当に。
血液よくできないよ、できない。